私はここで待っている。あなたは新しい人がお好き。私だけなんて高望み。これは一体どうやって着ればいいんだ。着た後背中の留め具を留めればいいんだよな。悩んでいても仕方がない。これを着てビラを配れというのが命令なのだ。よいしょっと。あとは背中に手を回して、メグが止めづらい。これはどうすれば。待て待て、主、ちょうどいいところに来てくれた。実はチャイナドレスについてなんだが。なんだ、聞いていないのか。今回副司令の発案で巷で流行っている中華料理を茶房で提供するだろう。チャイナドレスとは中国風の衣装らしくてな。それゆえ今回の企画のために支給されたのだ。そうなのだ。さすがは主、分かってくれるか。着付けが難しいよな。ああ、後ろに留め具があって少々苦戦していてな。着慣れていないことを差し引いても、これは明らかに構造的に問題があるんじゃないかと思う。ああ、そうしてくれると助かる。頼む、主。わけではないだろうな。もっと優しく。まだか、主、そろそろ。主のおかげで助かったよ。このチャイナドレスとやら着てみれば案外いいものだな。動きやすいぞ。袖がないのは腕を動かしやすくするためか。よく考えられているな。こうしてかがんでも大丈夫のようだ。ん？主どうした？少し顔が赤いが。では質問を変えよう。主、どこを見ていたんだ？正直に答えんとは。よほど私に打たれたいと見える。さあ、どこを打ってほしい？選んでいいぞ。冗談だ。本気にするな。さあ、時間がもったいない。ビラ配りに行くとしよう。